空ぬんだよ、ゲンさん。気づいて。空ぬんだよ、ゲンさん。多分、ゲンさん、チーターだと思います。クルーメイト。マウンチッチ引きてえな、富士宮たかった。アウフ。アウフ。ナイス。ナイス。ナイス。皆さんってレアケってあるじゃないですか、いろいろ。いいパスなき。レアケを、どれぐらい追うかをちょっと教えてほしいなと。なんかレアケって基本的にはその追わなくていいじゃないですか。追わないね。でもそのレアケをが稀に起こってそれを追うのが楽しいみたいなところもあるじゃないですか。わかる。そう、僕はでもなんかすぐ何も考えずにローラーしたくなっちゃうからどうなのかなと思って。みんなは毎回追います。僕はシンプルに点もうまっすぐ考えちゃいます、ね、俺もまっすぐ脳内ではレアケは全然考えるけど言葉にしないって感じ。てか、その場の雰囲気悪くないですか、正直。あ、わかる。わかる。周りのね、こいつ白っぽいなみたいなね。わかる。それめっちゃわかるわ。なんか状況的にはめっちゃ落ちてるはずだけど、なんかどうやら言い回しが白いぞみたいな時ね。いや、なんかあるな、それは。つられ際クソ白かったな。なんかレアケおった方がこの人言うこと今後聞いてくれるなと思った方がいます。いや、やばい。これはやばい。思考が違うんだよ。レアケおってる方が後で会ってたらドヤ顔できるから。それは確かに。点と点が線で繋がった時の気持ちよさやばいからね。エンジンプテと一緒に渡って。初戦デスク。お、早っ。早すぎ。あ、1番こっち側に1番あったのでけー。45。ナイス、ナイス。よし。てさん多分人外でしょ。あ、忘れましょう。動きだけだっけ。僕に人外って言った。はい。じゃあ爆速で停電を直した人誰ですか。僕でーす。僕でーす。弱気になってんぜ。そうだ、僕、これでもレアケで停電速直ししてキルしようとした可能性あります。あ、なるほどね。僕はマイク玉直した可能性がある。その後、展望に走ってってるから。え、プテさんいたの。プテさんいましたよ。いや、そうなの。あ、だるまで見えなかったんだ。どこ行ったかと思った。だるまのせい。クソうざくて草マジで。僕でーす。僕でーす。僕でーすじゃないんだよ。僕でーすで、ドラえもん、腐ったドラえもんみてえな、腐った根性してるドラえもんみてえな声で。おい、ウォーにしたい。おい、はい、ざまねえな。今シャワーで光ってます。え、シャワー、シャワーでレポートで字だけ見えたな。誰だこれ。これめっちゃ直近だと思いますよ。あ、いや、もうめっちゃ直近だ。あのね、死体の付近に誰かいた。停電中字だけ見えたな。誰だろう。分からん。アーカイブにいたのはオラフ、フジミヤ、メイヤで、オラフ君は最後どこにいるの。僕はシャワーの方下ってメインエレキって降りてる。で、その後、フジミヤが降りてってるよ。メインエレキ。いや、オラフ、フジミヤで一緒に降りていき、オラフ君がメインシャワーカの扉を開けてメインの方に行き、僕は、タオルを拾いながら右奥に入って、タオルを拾って出てきたら、あ、光ったと思ったらリポートです。とりあえず、ゲンさんが停電直前に、金庫室の中に入っていったので、そこまでは届かないです、そのキルには。エレキのどこにいます、オラフ君って今。エレキの降りて、勝ちタスクのところです。降りて勝ちタスク。じゃあ、オラフ君は。え、あ、うん、どっちですか結局。あ、カチカチカチのとこね。はいはいはい。あ、じゃあ、まあ一応通るか。右奥ではないです。
高田さん視点で僕に白打てませんか？僕置いて、そうアーカイブが出てますよね。で僕最後あの宿舎前、宿舎前じゃねえ、昇降機入って手で直そうとしたらヌーン左から右に来てる人がいました。あ、それがゲンです。はい、目やかくしろしゃね。うん、一応ゲンさんと辻褄合わせとくんですけど、宿舎右開けたの僕です。はい、はい、なんで僕も結構届きづらそうくらいで思っておいてもらえると嬉しいです。誰のレポートしてたっけ俺、どっちだったっけ。ハイブリさんでした。ハイブリさん。慎太郎はどこ行ったの。僕最後展望デッキの配電盤前で、そこに行くまでにキッチン席側の扉開けてるんで手ぐらいかな。行動経路はメインエレキ席キッチン展望。僕最後エレキなんですけど、ハイブリさんがエレキからメインに上がってて5、6秒後くらいにこのボタンだったんで、めっちゃ直近で、エレキのカチカチカチの3つのやつから出て下に下ってったところで終わりだったんで、まあ一応オラフ君とすれ違ってなくてもギリ、まあでも筆頭だと思うよ、オラフ君あたりと。うん、まあ筆頭だとは思います。カチカチカチ言い訳したように聞こえるし、メイヤー仕様です。オラフ君釣りますか。ああ、メイヤー、いや、え、あ、いや、宝さんで、オラフジローラーでいいんじゃないですか。オラフジ、いや、ね、オラフジ釣れば基本、思います。ハイブリ側は落ちるはず。うわ、マジか。うん。オラフジしかいないってか、ハイブリ側切れる人が。その付近に、あれ見てないの、プテ見てないですか。そしたらね、オラフ君が、もしそこでやってる場合は、あれもあるよね。バウンチババ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 ウンチハンツの場合があるから、はい、ちょっとアイス、アドミン減ってる。あ、僕が初ターンに使ってるので。あ、そうなんではないです。はい、あ、なんだなんだ、すいません、なんか正規の大発見したと思ったのに。基本はね、オラフジ釣れば絶対落ちるはず。原産がヌーンで移動してるのをメイヤーが確認してて、その原産をケイさんが一緒にいてっていうことでしょ。そうですね。ワンチャンアルマがエレキじゃないパターン。だから、まあ一応エレキですれ違ったのはハイブリさんだけなんで、でもまあ浮いてるは浮いてます。軽減で白取り合えるんですか。クム浮いてる。武田さんのは分かんないですけど、うん、あのシャワーには届かないって感じです。ハイブリ側が多分、はい、もう1キロに関しては分かんないです。まあオラフ君を黒く見てくれるんだったら、僕はオラフ君をすごい殴ってました。うん、はい。まあ入れないですもんね、黒く見てそれ以外の人は。いや、入れないと思う。ワンチャンあるぐらいなんだけど。違ってないとおかしいもんね。え、これちなみにオラフ君が黒でバウンティーとかだった場合って、プテハスさんまでキルしてる可能性ってあるんですか。そうそう、だから。で、それ視認しないじゃない。視認がない。ないと話が全くできないと思う。なさそうっすね。宿舎金庫昇降機左にはいません。はい。下の方にはいないわ。エレキ石油キッチン展望。じゃあしな、俺ちょっと待てよ。このターンの脇、この試合の脇が頭の中で。あ、貨物で藤高で湧いてますよ。藤高だよね。このターン。なかったよね。あ、このターンは違う。あの、ちなみに最速な、いないね、あ、最速中野アルマ君が宿舎脇からエンジンルームの方に向かってるので、あの、はい、エンジン脇で上に来たとかも否定できると思います。3人これでいるんで。ああ、プテハスさんがですよね。はい、そうです。プテさんの移動経路です。一応、プテさんの経路を予想するんだったら、1ターン目はキッチンで確か湧いてたんで、キッチンで湧いてその辺のサツクやってて、展望で停電直してるはずだから、手ぐらい。そっからどこに湧くかっていう。まあ、まあ、だったら、シャワーぐらいに行く。違いないんだけどな、ああとりあえず。いいと思います。僕視点も、まあ、オボラフ君なんで。うん。メイヤー指定進行なんで、これ。はい。え、タラさんどこに入れました？ん？あ、俺は藤宮。ああ、藤宮君。了解です。安全を取って、一応うわ確定霊媒進行みたいでなんかゾクゾクするこれしかも正直ない票が強いんだよな8票はいいのか。いやいい、でもなんかな、オラフ君からのアルバへの向き方がないからあれは来るっぽいんだよ。うん、まあ変わります。プテがメインにいた場合オラフ君がバウンティーハンターでやってる可能性があり、左側にいる場合は、まあ、軽減、慎太郎が展望ってたかな？らへんの、どこかじゃないかな？っていう感じだになりそうだね、盤面はね。アルマ。中野だるまが、中野だるまだ。
あら、あー、誰も知ってないのか。ゲンさんって行動どんな感じですか？貨物、ラウンジ、アーカイブ、シャワー、メイン、エレキ。アーカイブの下だけ開けた感じですか？どうだったっけ。アーカイブ右のドアはゲンが開けた気がします。で、あ、そうなんだ。じゃあ下のドアも開けたかな。了解です。いや、なんかアーカイブ全部ドア閉まって、僕左の昇降機直しに行こうと動いたら下だけ開いてたんで、ゲンさんとこから現れたんだと思ってただけです。すいません。じゃあ話通ずるんで大丈夫です。すいません。はい。あ、スキップ入れちゃった。ケイさん、これあれですか、先に疑いを向けて自分が疑われないようにするんですか？あるの。バレてるな、この手はダメか。いや、なんか今日そのオラフ君がモーフィング、そのオラフシミアでモーフィング落ちてる場合って、その主体に生き残ってるから、原さん目線メイヤ君って主体に生きる無理そうって話が確かあったじゃないですか。僕もアーカイブに置いて、高田さんがシャワー降りて死体発見なんですよ。あれ、これって毛布候補で落としてるんでしたっけ？いや、わかんない。単純に、ハイブリさんをモーフィングがキルしていた場合、別の人物がキルしてそうってことじゃないですか。あ、そうそう。だから、あ、例えば、オラフジミはどっちかバウンティーでネキルじゃないんだったら、両キル関わってることになるから、インポスター両方がね。まあ、だからそれはわかんないけどね。メイン方面にプテがいる場合は、可能だよね。オラフ君がシャワーで切って、メインで切って、うん、いや、これ奇跡起きたらワンチャン4キルできるからな。そうなんだよね。そうそう。余裕でできる。やっちゃおう。遊んでる場合じゃねえ、マジで。お前がやっちゃおう。ひどい。ひどい。いや、あいつのタスク速度。おお、白いな。なんだこのボタン。すいません、ナイスボタン。リセットです。本当に。ん？すいません。でもタスク完了勝利に近づいたでしょ、みんな。いや、全然できてないっすよ。何にもできてない。一個しか。マインドコントロール？これ始まった？逆にちょっと話されてるけどね。キッチンアンナー。キッチンアンナーはまあワープボタンとしてね、認めましょう。ポン。もう閉めないで。これ結構やばい気がするんだよな。ナイスすぎる。ナイスすぎる。ナイスナイスすぎる。え、これバウンティ落ちてんのかな。苦しい。可能性ありそうっすね。いや、でもバウンティ落ちていいからなおさらあれしなきゃいけないから、あ、狙いすぎてるとか、狙いすぎてるパターンあるな。気持ちいいじゃないですか。いや、そう、気持ちよくなってきてる。いや、誰だろう。てかもうこうなっちゃったらもうそれしか勝ち筋がない気がする。狙ってそう。いや、怖いな。いきなり4下やがって。怖い。誰も悪くもせあるんだよ。追いかけてくるやつやからやばい。いや、やばいやばいやばい。あるよな、これな。K さんとアルマ。いや、 K さんはガチでありそうで草なんだよな。
絡むんだよゲンさん、気づいて、絡むんだよゲンさん。あ、1体か。はい、昇降機右で麺屋さんのお肉があって、近くに慎太郎さんがいました。ちなみにカラヌーンがペペペペって右から左に来たんで、右で絶対死んでると思う。ノーリーステーソすげー、それ高野ね、調子よっぽい。乗りに行ったらありました。カラヌーン乗れるんだって感じで、僕の弁明聞いてほしいんですけど、はい、メイヤ君をキルしてヌーンが右側にあったんですけど、ゲイさんが空中を歩いてこっちに来ました。めちゃめちゃおもろいやん、その絵。多分あのゲンさんチーターだと思います。だからあのゲンさんからお願いします。武空術使えめちゃおもろいやん。透明な目だったと思うんで、きっと大丈夫だと思います。すいません、チーターだったらちょっと社会的に追放されると思うんで、今までありがとうございました。新さん、これを機に動画投稿しましょう。欲しい、こんなの。おもろいな、今日のことか。どういうあれなんだろう、見たかったな、それ。私にはカラヌーに普通に乗っただけど。僕の視点もヌー乗ってましたよ。うん。やべ、ナイスアイト。ゲンさん、武空術使えるんですね。霊界でもそうなってた。いや、僕は普通に乗ったから、カラヌー動いてたんで、うん。ああ。幽霊の名屋さんが乗ってました。うん、そう。あ、ハテナの人、俺。あ、本当だ。ゲンさん、カラヌーだよって言ったら、ゲンさんが乗って右に行ってくれて。おもろ。カラヌーン来るのもおもろいな、うん、来る時点でもう右で絶対死んだことになるから。でもオラフ君って俺の目の前で切ったの、あれ。切りましたよ、麺屋さんに変身して切りました。あー、あー、オラフ君がモーフィングなのか。